はい、永井です。今日の動画はクリーンルームの床にエポキシ樹脂の塗り床を施工しているところになります。今エポキシ樹脂の材料を床に撒いて金ごとで均一に塗り広げているところです。これは結構技術がいります。床塗装とはちょっと違いますよね。この材料を塗り床材と言います。今回はケミクリート E というエポキシ樹脂の塗り床材を施工中です。綺麗に仕上がりました。これからも動画をアップしていきます。チャンネル登録をお願いします。